墓場、西尾正、終戦後の今日、思い出されるのは、我が友アレックス・ペンダー君のことである。ペンダー君は今度の欧州戦争で慌てて帰国したイギリス人の一人である。白髪赤ら顔の一見初老の紳士で、仕事は何もしていないらしく、毎日海岸を子犬を連れて散歩していた。その頃はちょうど日華事変の最中でもあるし、スパイではないかとか、亡命中の悪漢ではないかとか、いろいろ憶測を巡らすものもあったけれど、古ぼけたハンチングに継ぎの当たったスウェーター、穴の開いた白ズックの短靴など、外国人にしては服装も至極貧相であった。日本へ来た動機などを尋ねると、問われるを欲しない理由で、こう言って後はぼかしてしまうのである。サイ君だと言って紹介された女は、ペンダー君に比べると不釣り合いに若く、いつも赤いジャケツを着て砂丘の上で日向ぼっこをしながら、その頃はもう丸善へ行っても手に入りそうもない英米の娯楽雑誌を読んでいる。それがいつも同じ雑誌だからおかしい。ある秋の日曜日のこと、自転車の掃除をしていると、珍しく犬を連れないペンダー君がやってきて、これからどこか名所旧跡へ案内してくれという。僕はその頃ちょうど三浦半島巡りをしたいと思っていたので、少し遠いけれどどうかと提案してみた。すると、三浦半島、おう、ワンダフーと来た。それからちょっと声を落として、自動車代がよほどかかるのでしょう。あいにく今持ち合わせがないが、と言った。我々はバスで行く。往復2円だ。持ち合わせがないなら取ってくるまで待っていようという顔つきをして僕は言った。2円。バスにしては高い。ペンダー君はあくまでロハで行くつもりらしく、たまたま僕が自転車掃除をしているのを見て、では、サイクルハイキングと行きましょう。私、古い方のを拝借します。サイクルハイキングも結構だけれど、何しろバスで1時間余り、それも平坦な道ならともかく、凸凹の山道を残暑の厳しい炎天下を自転車で行くのは、まあ僕は遠乗りには慣れているが、ペンダー君は前にも言う通り白髪頭の、もうそろそろ初老の域に入る年齢だしするので、ゴルフはいかに僕より強くとも、慣れない自転車では中途でへばるには決まっているのだ。自転車では無理だと思う。無理？いや、大丈夫。この通り。ペンダー君は手でハンドルを握り、両足をバタバタさせて、コウモウ人特有の無邪気な張り切りぶりを見せた。僕は微笑した。僕が三浦半島に興味を持ったというのは、その頃例の油壺の海底から昔の軍船が使っていたらしい巨鋲が一人の漁夫によって引き上げられたという新聞記事を読んだからであった。三浦道寸親子の沈没船の怒りか、北条勢の軍船の怒りか、とまれ数百年の歴史の謎を秘めていることは事実らしく、しかもこの油壺の海底には鎧甲冑をまとうた骸骨が頓挫していると言われ、それが三浦親子の恨みの姿であるという伝説もある。僕はペンダー君の体力には驚いてしまった。なぜなら、参ったのは僕の方が先だったから、彼がいつも変わらぬペースで進んでいくのに反し、僕の方は絶えず我々を追い越していくバスやトラックの砂煙に腹を立てた。結局中途の茶屋に自転車を預けてバスを利用することになった。油壺ホテルで昼飯を済ませ、タバコを食い入らせながら臨海実験所の日陰の道を下ってゆくと、これまでの疲労がいっぺんに消し飛んでゆくような快適さを覚えた。ことに樹木の間から見下ろす油壺の風景は素晴らしかった。
底知れぬ青さに静まり返って、さざ波一つなく、その名の通り油のようによどんで、美麗と言わんよりはむしろ怪奇である。ペンダー君はビザールという言葉をもってその美しさを形容した。僕は油壺にまつわる伝説を語り、この海底に一旦落ちたら二度と海面に浮かび上がることは不可能であると付け加えた。海底のドクロ、なんという神秘だ。ペンダー君は大げさな身振りで感嘆の叫びを上げた。そして何か思い当たる節でもあるのか、しばらくの間何かを考えていたが、海底のドクロといえば、おそらく三浦ファミリーの霊魂が恨みを込めて、その底なしの壺に住んでいるに違いない。日本人は魔物を信じますか？得体の知れぬ魔物を。三浦ガニが住んでいるかもしれない。三浦ガニ？妖物ですな。三浦一族が死してカニに変じたというのですよ。それは巨大なものですか。ペンダー君はなかなかの神秘主義者である。では実験所で潜水服を借りて海底を探ってみようではありませんか。僕は微笑したが、それにしてもおそらくは真っ暗であろうものゆらゆらした岩陰に、青い目を光らせたいわゆる妖物を想像すれば、なんとなく肌寒い思いがする。N さん、ややあってペンダー君は嫌に改まって言い出した。海の底は知らぬが、私は墓場の底なら知っている。墓場の底？さよう。千個の秘密に埋もれた墓場の底です。あんたがそこを覗いたというのですか？さよう。私の一世一代の恐ろしい経験です。両手を広げて天を仰ぎ、全身をブルブル震わせてみせた。私がちょうどある地方の妾宅地へ、考古学者の友、トーマス・スティーブンと材料収集に行った時の話です。ああ、そこで出会ったものは。それは実話ですかね？僕はまず眉にたっぷり唾を塗りつけた。実話ですとも。そうしてそのために私はあまりにも大きなショックを受けて、故国にはいられなくなったくらいですもの。ペンダー君は僕の態度に不満を覚えたらしく、あなたはオッカルティズムには興味がありませんか？そうだとすると、話してもせんないことですが。そこで僕は、いや大いにある。僕の仕事はオッカルトの話、怪談を作ることだ、と力説した。するとペンダー君は我が意を得たりという顔つきで、突然頭のハンチングを脱ぎ、これをご覧なさい、と言いながら、ふさふさとした白髪を引っ張ったり撫でつけたりして、N さん、あなたは私を老人だと思っているでしょう。誰だってそう思います。ところが私はまだ若いのです。N さんとそう違わないでしょう。あの一夜の恐怖が、翌朝までに私の頭髪を真っ白にしてしまったのですよ。へえ、これは驚いた。ポーのメールストロームにあるではありませんか。さよう。ポーは真実を書きました。あまりにも激しい恐怖は、毛根を殺してしまうことを身をもって知ったのです。そのためにお国にいられなくなったというのはどういうわけです？殺人の嫌疑を受けたのです。殺人の嫌疑を？トーマス・スティーブンを殺したのではないかという。そのトーマス・スティーブンという人を説明してください。おお、かわいそうなトム。ペンダー君はもう一度天を仰いで探索した。君はあまりにも自分の仕事に熱心でありすぎた。熱心というよりはむしろ狂気に近かった。あの不気味な妾宅地から帰れたのは私だけで、トムはそれっきり行方知れずになってしまった。それゆえ、私がトムを殺害したのではないかとの。
ペンダー君はちょっとの間黙り、そしてそれから思いを消したように切り出した。よろしい、N さん、お話申し上げましょう。事件の対応を。私は法廷でこう陳述したのです。僕は黙った。それが話を引き出すのに一番いい方法だと思ったからである。案の定ペンダー君は身振り手振りで話のペダルを踏みながら、劇的なアクセントをつけて語り始めた。アレックス・ペンダーの陳述。皆さん、どんなにあなた方が探索なさっても明記であることを、私は繰り返します。もしお望みなら永久に私をここに拘留してください。あなた方が正義と呼んでいる、そんな幻のご機嫌を取り結ぶために、犠牲が必要だとおっしゃるなら、拘留しようが追放しようが自由です。けれども私は前に述べたこと以外にもはや言うべき何物もないのです。事実を歪めたり隠したりしたことは一つもありません。もしぼんやりした点が残っているとしたら、それは取りも直さず、私の心に覆いかぶさった黒い雲のせいです。あの雲と、そしてあの得体の知れぬ恐怖のせいです。再び私は言いましょう。トーマス・スティーブンがどうなってしまったか、全然知らないということを。五年間というもの、私が彼の親友であったことは本当です。また未知の世界に恐ろしい探求を企てた相棒であったことも本当です。よしや記憶が不確かでぼんやりはしているものの、あなた方の証人が見たというように、あの恐怖の夜、11時半、ビッグサイプレスの商宅地に向かって、ゲンスビルの丘を我々二人が歩いていたという事実は否定はいたしません。我々が電気ランプと管、機械に接続した電線コイルを携帯していたことさえ承認するでしょう。というのは、これらの品々は皆、戦慄すべき思い出の中に燃え残っている、あの忌まわしい情景の役割をそれぞれ果たしたのですから。けれどもそれから何が起こったか、どういうわけで翌朝私一人が発見され、あの商宅地のほとりで呆然としていたか、の理由については、繰り返し述べたこと以外には何にも知らないと主張しなければなりません。あなた方は、商宅地にもその付近にも、あの恐ろしい話を証拠立てる何物もないとおっしゃるでしょう。私は答えます。私の見た向こう側の世界については何も知らぬ、と。それはことによったら幻影か無魔か。そうであってくれればいいのだが、これから申し上げる私の陳述は、我々が人里離れて後、戦慄すべき時間に起こった事柄について、記憶に残った全部なのです。そしてなぜトーマス・スティーブンが帰ってこないのかの理由については、彼か彼自身の影か、あるいはまた名も知れぬ妖物、というより他に説明のしようがないのだが、それらが語りうるのみです。前にも言った通り、トーマス・スティーブンの怪奇な研究についてはよく知っていましたし、ある程度まで関係もしていたのです。膨大な紀行本の収集、その中には稀に返し得ない本もあって、大部分はアラビア語だったと思います。そして彼が死ぬまで持っていた悪魔に憑かれた本、どこかの国から持ってきてポケットに潜めていた本は、かつて見たこともない奇妙な文字で書かれてありました。スティーブンはその本の中に何が書かれてあるのか、少しも語ってはくれませんでした。我々の研究題目について理解できなかったのはむしろありがたいことです。なぜならそれは恐ろしい研究であったし、実際的な意味よりも、むしろ忌まわしい魅惑を感じながら研究していったからです。スティーブンはいつも私を支配しておりました。時には彼が怖いと思うこともありました。あの出来事の前夜、彼の表情を見て何と震えおののいたことか、今でも覚えております。
その夜彼は数千年も塔の中に隠されたある種の死体が肥え太ったままなぜ腐敗しないのであろうかと絶え間なく自分の理論を語っているのでした。もう一度繰り返しますが、あの夜の我々の目的については別にはっきりした考えがあったわけではありません。確かに一月ほど前にインドから来た不可解な文字の綴られた古代の書、その書をスティーブンは持参していたのですが、その内容と何か関係があったに相違ありません。けれども、私は誓って申しますが、あんなものを発見しようとは予期だにしなかったのです。あなた方の証人は、11時半にゲンスビルの丘で、ビッグサイプレスの招宅地に向かっていた姿を見たと言っております。これは多分本当でしょう。しかし、私にははっきりした記憶がないのです。私の魂に焼き付けられた光景は、たった一つの場面だけです。時は夜半をだいぶ経ってからのことだったでしょう。というのは、欠けた三日月がバクバクたる夜空に高く昇っておりましたから。場所は古代の墓地でした。それは倉庫の色を帯び、記憶し得ないほどの年数を経たことを証拠立てるたくさんの痕跡を見て、私は栗然としました。墓地は深い、ジメジメした窪地の中に沈み、そこには雑草、苔、異様なツタカズラが生い茂り、そしてまた石までが腐っているのではないかと思われるほど、漠然と迷上しがたい臭気が充満しておりました。どちらを向いても放置と老朽の痕跡ばかりです。スティーブンと私こそが世紀の死の沈黙に侵入する最初の生物ではないか、というような考えが頭の中に漂い始めました。谷の縁の向こうには地下の墓所から蒸発しているのか、もやもや立ち上る煙霧の中へ、青ざめた欠けた三日月が差し入っておりました。そしてその弱い、波打つ月光によって、古代の板石や骨壺、石碑や霊廟の正面が、無愛想な並列を作っているのを見分けることができました。すべては砕け、苔むし、湿気に浸され、ところどころ見たこともない毒草のおびただしい斑もで覆い隠されていました。この恐ろしい墓地に入ってきて、ある朽ちかけた墓の前まで来ると、私はまずスティーブンがためらいの素振りを見せたのをはっきり認めました。担いできた荷物を放り出しました。私は電気ランプと2本のクワを持ち、相棒は同じようなランプと用意の携帯電話機の支度を始めました。一言も言葉はありませんでした。なぜなら自分の持ち場も仕事もよくわかっていましたから。躊躇なく二人はクワを取り、雑草の刈り取りを始め、平らなアーチ型の墓地から地面を掘り上げていきました。三つの巨大な御影石の板からできている表面を刈り取ってから、納骨壺を見ようと後ろへ下がりました。スティーブンは何か心の中で計算をしているようでした。それから彼は元の墓地に戻り、クワを手こ代わりにして、その当時何かの記念碑と思われる崩れた石の最も近くに横たわっている板石を持ち上げ始めました。うまくはいかないので手伝ってくれと合図をしました。ついに二人の力は板石を緩めることができましたので、それを持ち上げると傍らにのけました。板石をのけると真っ黒な隙間が現れました。そこからは思わず尻込みするほど不快な沼地特有のガスが吹き上がってきました。ややあって、しかしながら我々は再び穴に近づきました。すると悪鬼の立ち上りが少しはしのげるようになったのに気づきました。我々のランプは石段のてっぺんを照らし出しました。そこには地下の霊液がポタリポタリと滴り落ち、そして硝石で覆われたジメジメした壁の境が見えました。今初めて言葉を持って語ることのできる記憶です。
スティーブンはついに私に向かって快活なテナー。恐ろしい周囲の風物に少しも乱されない中音で言いました。君に表で待っててもらうのは非常に気の毒だがね。と彼は言いました。しかし君のような弱い神経の者に降りて来いというのは罪を犯すに等しい。読んだりまた僕からも話したが、僕がこれから見ることは到底君には想像もできまいよ。悪魔的な仕事なんだペンダー。どんな鉄の神経を持っている男でも生きて帰れるか正気で帰れるか疑わしいくらいのものだ。どうか怒らないでくれたまえ。僕は君と一緒に来たことは本当に嬉しいと思っているのだが、ある責任が僕にはある。君を死ぬか気違いにするかわからないようなところへ連れ込みたくはないのだ。どんなことが起こるか到底君には想像もできないことを断言するよ。しかしいちいち僕は君に電話で知らせることを約束する。知っての通り内部の中心から一番奥の方まで達する電線は十分持っているんだから。記憶の中でこのような冷たく語られた言葉が未だに聞こえるようです。また私は自分の忠告も覚えています。友人が墓穴の淵に入っていくのに絶望的な焦燥を感じたのですが、彼はまるで感じないほど頑固なのです。もし私が執拗に頑張ったならば、一度はその探検を思いとどまろうとしたかもしれません。思いとどまった方が良かったのです。彼が一人で洋物の鍵をつかんでから、このことがよくわかります。我々の探した洋物がどんな様子をしていたか、もう私には知り得ないのですが、とはいえあの時のすべてを今でも覚えているのです。自分の計画にしぶしぶながら賛成した私を見ると、スティーブンは電線を巻いたリールを拾い上げ、気狂いを直しました。彼がうなずいたので私はその一つを取り、古びた、色あせた、たった今剥がした隙間の傍らにある墓石の上に腰を下ろしました。それから彼は私の手を握り、電灯を担ぐと、そのまま納骨堂の中に消えていきました。ちょっとの間ランプの光が見え、背後へ手繰り下ろしていく電線の音がさらさらと聞こえていました。しかしやがて石の階段が曲がっているらしく、突然光が消え、そしてすべての音が死の沈黙の中に消え去りました。私はこれらの魔法の糸によって不可知の深淵につながれたまま、たった一人となりました。そしてこの隔てられた表の場所は、あの欠けた三日月の交錯する光の下で青々と広がっておりました。かの灰色の荒廃した死の都の孤独な沈黙の中で、私の心は最も恐ろしい幻想と幻影等を描いていました。限界な祠や石碑はいやらしい風貌を表し始め、半ば生き物のように見えました。血の通った影の群れは雑草のはびこった一層暗い隅々に潜んでいるように見え、時として飛び跳ねているようにさえ見えました。影、それは青白い、突き刺すような三日月の光によっても消し去ることのできない影でした。私は絶えずランプの火で時計を見、電話の受話器に熱病的な焦燥を持って聞き入っていました。けれども、15分ほどの間は何にも聞こえません。やがてかすかな響きが聞こえてきました。私は強い声で共に呼びかけました。気遣いつつも私には、これまでトーマス・スティーブンから聞いたことのないような震え声が不気味な墓蔵から聞こえ、その言葉はまことに意外でした。ちょっと前まで冷静だった彼が、大声で呼ぶよりももっと力のこもった震えるささやきで下から呼んできたのです。ああ、もし君が僕の見ているものを見ることができたら。私は答えることができなかった。無言でただ待っていました。
またしても凍りついた声がしました。ペンダー、恐ろしい。奇怪な、信じがたい。こうなると私も黙ってはいられなくなりました。夢中になってそうわきに質問の洪水を注ぎました。恐れおののき繰り返しました。スティーブン、なんだ、どうしたのだ。恐怖にしわがれ、そして今や明らかに絶望に染まった友の声がもう一度聞こえてきました。とても話せないんだ、ペンダー。思いもよらないことなんだ。とても話すことなんかできない。誰がまたそれを知って生きていられよう。ああ、神よ。こんなことは夢にも見なかった。今やわけのわからぬ恐ろしい不審の念が音を立てて私の全身に流れました。その不審の爆流を除いては再び沈黙です。やがてスティーブンから荒々しい驚愕の声が聞こえました。ペンダー!お願いだ。遺体紙の蓋をして逃げろ。早く。何にも捨てて外へ出ろ。君に残されたたった一つのチャンスだ。俺の言う通りにしろ。何にも聞くな。私はこう聞いてもなお強敵な質問を繰り返しうるのみでした。周囲には塔、暗黒、影が取り巻き、下には人間の想像圏を超えた危険があるのです。しかも友は私以上の危険にいるのです。恐れながらも友をそんな状態に捨て去るのを無念に感じました。また受話器が鳴り、ややあってスティーブンから悲しげな叫びが聞こえてきました。逃げろ!お願いだ!蓋をして逃げろ!ペンダー!明らかに打ちのめされた友が逃げることを勧めました。私は立ち直り決心して言いました。スティーブン、しっかりしろ。俺も降りていくぞ。しかしこれを聞くと相手は一層絶望的な叫びに変わりました。いけない。君にはわからんのだ。もう遅すぎる。自業自得なんだ。蓋をして逃げろと言ったら、君でも誰でも今となってはもうどうすることもできないんだ。調子が再び変わって弱くなり、それはもう望みのない諦めのようでした。しかし私は苛立ちながらも気を張り詰めていました。早くしろ!遅れないうちに!私は彼を無視するように努め、襲いかかってくる恐怖の痙攣を破るように努め、助けると誓った言葉を実行に移し始めました。しかしながら、彼の次のささやきは驚天動地の恐怖の鎖の中に縛りつけてしまいました。ペンダー、急げ。無駄だ。何にもならないぞ。逃げなきゃダメだ。二人やられるよりか一人の方がいい。蓋を。ちょっと間があり、また電話が鳴ってスティーブンの耐え入りそうな声。もうやがておしまいだ。これ以上はいけない。恐ろしい階段を降りずに命が惜しかったら言ってくれ。だんだん間に合わなくなるぞ。さようなら、ペンダー。もう会えそうもないな。こうしてスティーブンのささやきはありったけの恐怖を持って、次第に叫びに膨らんでいきました。悪魔よ、呪われてあれ。逃げろ、逃げろ、逃げろ!それから沈黙でした。私が息を詰まらせて座っている間は、幾世紀もの長い時間に思われました。電話に向かってその間中、囁いたり、つぶやいたり、呼びかけたり、叫んだりしながら、スティーブン、スティーブン、どこにいるんだ、返事をしてくれ。するとそこから、信じがたい、思いもよらぬ、ほとんど名状しがたいもの。そういったあらゆる恐怖が這い上がってきました。スティーブンが最後の絶望的な警告を発してからは幾世紀もの時間が経ったように思われたと言いましたが、ついに私の叫びが忌むべき沈黙を破りました。しばらくして受話器がプツプツ鳴り、緊張して耳を澄ませながら、
再び下に呼びかけたのです。スティーブン、そこにいるのか。そしてその答えの中に、私の心に雲をもたらせたものの気配を感じました。私は、皆さん、決してその妖物の説明をしようとは思いません。その声を、また細かく説明しようとは思いません。なぜなら、最初のたった一つの言葉が私の全知覚を奪い、病院で気がつくまで自失していましたから。その声を、深い、うつろな、こわばった、遠い、この世のものとは思われぬ魔物のような、無形の、とでも形容すべきでしょうか。何と言ったらいいでしょうか。それは私の経験の最後のものでした。そしてこの話の終わりでもあるのです。私はその声を聞きました。何にも知りませんでした。崩れ石、落ちかけた塔、雑草や不吉な霧の中で、空虚な未知の墓場の中で、体をこわばらせたまま聞きました。定かならぬ影が、青ざめた呪いの片割れ月の下で踊っているのを見つめながら、かの忌むべき、開かれた墓の内部の最深淵から上がってくる声を、はっきりと聞きました。声はこう言ったのです。バカ、スティーブンは死んだよ。素晴らしい怪奇小説だ。けだしイギリスは盟友の国である。巧みなペンダー君の話術に魅せられて僕はうなった。一体そやつは何者だったんだろう。それがわかれば私、白髪にはなりません。ペンダー君は怒ったように答えた。顔が人間で、体が蛇で、足が獣で常住暗闇に住み、死肉を食らう。僕はそんな魔物を想像してみたが、じーっと油壺のどろりとした水面を見つめていると、ナマコのような怪物も想像された。三浦岬行きの船が出ますよ。眼下の遊覧船発着所からこう叫ぶ声が聞こえてきた。乗りましょう。妖物の住む海の上を、こういう話の後滑っていくのも一興でしょう。ペンダー君は発着所への細い山道を一人つぶやきながら下り始めた。おお、トム、君はどこにおる？天国にか、地獄にか。以上、墓場、西尾正でした。ありがとうございました。